韓国経済崩壊、ウアイが韓国に巨額賠償請求来たー、どど。22日の韓国、東亜日報によると、アラブ首長国連邦、ウアイ、の王族マンスール氏が会長を務める国際石油投資会社、イピク、が、韓国政府を相手2838億ウォンの税金返還を求める訴訟を進めている。韓国政府は、米国系私募るファンドのローンスターに続き、投資家、国家間訴訟、イスド、に巻き込まれた。記事によると、イピクのオランダ法人ハノカルホールディングスブブが韓国政府を国際投資紛争解決センター、イクシットに提訴した。ハノカルは1999年、現代オイルバンクの株式の 50% を取得し、2010年8月に持ち分を現代重工業に1兆8381億ウォンで売却した。この際、売買代金の 10% に当たる1838億ウォンを韓国国税庁に源泉徴収された。しかし、ハノカル側は、韓国とオランダは二重課税回避条約を締結しており、韓国での課税が免除されると主張。韓国で税金返還訴訟を起こしたが、一審、二審で敗訴している。現在は最高裁で係争中だが、ハノカル側は韓国内の裁判所では勝訴の可能性が低いと判断し、イスドを提起したという。ハノカル側は、韓国政府が投資保証協定に違反した、と主張している。イピクは、アブダビ政府が 100% を保有する石油関連投資法人。マンスール氏はアブダビ国王の次男で、イングランドプレミアリーグのマンチェスター、シティ球団のオーナーでもある。この報道に対し、韓国ネットユーザーからは様々なコメントが寄せられている。サムスンの会長より数百倍お金持ちだというマンスール。韓国が払う金額の一部は、マンチェスター、シティの移籍料になるはず。韓国政府はこれから、イスドで大変なことになるだろう。ついに来たか。予想はしてたが、ショック。韓国政府がどう対応するか、見届けよう。全くどういうこと？驚いた。国の崩壊ってこんなに簡単に訪れるものだったとは。マンスールはお金持ちでしょ？一体なぜ韓国に？今シーズン、新しい選手をたくさん入れるつもり？マンスールがお金持ちだから、もてはやされていたが、どうでもいい。国の財産を取られてしまう。本当に韓国政府は無能だよ。こんなことを隠していたなんて。負けたら、税金爆弾。全世界のアトム韓国。政府は国民から税金を取り、他国は韓国から巻き上げる。後進国より豊かなことはわかっているが、憂鬱。李明博元大統領がやったことだから、彼に支払ってもらえ。税金で払うのは嫌だ。先ほどの動画はいかがでしたか？このチャンネルでは先ほどのような面白い動画や、興味のある動画をまとめています。オリジナル動画も作っていく予定ですので、よかったらチャンネル登録お願いします。